続きまして東京都医師会会長野中博様よりご挨拶をいただきます、えー、皆さんおはようございます、えー、ご紹介いただきました東京都医師会の野中でございます、えー、あの一言東京都医師会を代表してご挨拶申し上げます、えー、本日の、えー 認知症医療介護推進フォーラム開催おめでとうございますこのようにたくさんの方々がお見えになっていること本当に嬉しく思いますし、えー、約10年以上前2004年だったと思いますけれども、えー、地方という名称から認知症に変わったということを本当にその頃携わってたものとしては 非常にこの認知症の方々が、えー、住み慣れた地域で安心して住み続けるということのためには皆さん方のご理解が一番必要だろうと思いますのでよろしく今日の会がお皆さん方のお役に立つことを、えー、期待しております。 さてあの医療が医学の進歩は非常に著しくて過去に、ま、克服できなかったさまざまな病気を多くいろいろ克服してまいりましたしかし残念ながら病気を抱えながらそして人生を過ごされる方々もこれから2025年にわたって多いと思います。そううい中でではは従来の治す医療ではなくて 支える医療ということが非常に大事でございますまあそういう部分支える医療は医師だけではなくて様々な医療関係者あるいは地域の人々が関係して、えー、作られることでございますからぜひこの、えー、これからの時代に支える医療の大事さをよくご理解いただきたいと思います、えー、認知症の人が私ども従来から認知症の人でも えー、住み慣れた地域で安心してその人らしさが、えー、保障されてそして、えー、自分の思いとか自分のやりたいことすなわち自己実現ができるということの町を目指して様々に活動してまいりました、えー、本日もいろんな方々からそのような成果がお話になれると思いますけれども、えー、期待しております。まあ、でも認知症に の人にとって優しい地域はどういう地域かといえばやはり困った人に対して手を差し伸べるということの地,地域でございまして、えー、いろんないわゆるさまざまな、えー、地域のさまざまな人の、えー、コミュニティが作られるということが大事でございますので是非皆さんが本日ご来会の皆さん方もさまざまな形でそういう部分でまちづくりという部分で、えー 温かなまちづくりという部分で関与していただきたいと思います東京都医師会も、えー、人生を支える医療そしてまあそのためには、えー、たとえ病気を持たれても 心温まる医療環境を作って、そして接続医療というものを実現に目指してまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。最終最後に本会が正解正解に終わることを期待しております。本日はおめでとうございます。野中様ありがとうございました。